入れて、うん、あ、こうこうやって火からしたのを中に入れて、入れて、あげると、今日は何をやるかというと、はい、竹あかりを作る。竹あかり、そう、竹に穴を開けて光らせて、うん、まあイルミネーション的なね、ああ、灯籠みたいな、イルミネーションみたいな、そう、中にやって入れるやつ。まずこれをね、地道にドリルで開けるところからだけど、廃墟の荒れた竹林をね、有効活用しようという、もしかしたら水が溜まってる可能性がある。ピューって出てくるかもしれん。うん。ここがなるべく大きい面でいいから。水が。あ、やべ、出てきた。あ、ちょっと。あ、本当だね。お、ない。割れとるもんで。ちょっとだけ。そうかな。ああ、これいい。まずちょっとここの、うんうん、ちょっとここはあれだとして、とりあえずこのザ・ベーシックな、じゃあこれにね、まあこれはだいたい大きさは、めちゃくちゃこんなあれになってる。なんで？ところまでこれを開けて、うん、切り込みを、なった、開くから凍ってる中は、まあ、ここにちょっとゴミを取り出して、でこう、あれだ、引っ付かないよ、竹だから蓋にするわけね。そうそうそう、こういうのを入れて、入れてあげると、まあ夜になればわかる。夜になるもわかる。俺でも見て、こんな綺麗でしょ。綺麗綺麗綺麗。もう綺麗でしょ。こう夜になると、うん、なんか一個だけ、なんだあの竹はっていう竹が現れる。元光る竹が出てくるわけね。あ、でもでもわかる。わかる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 。いやわかるよ。わかる。上の方は暗いけど。いや、まあまあ、あの夜になればね、いけるか。夜になればいける。あ、そうか、これ電源切っとかないとなくなっちゃう。夜ふってやって消せないんじゃない。あ、消えた、消えた。便利だこれ。よし、まあじゃあこんな感じで量産していきますか。はい、どれかな。あ、これなんかいい。もう諦めた。何よ、バレーってなるの。なんかさっきよりもどんどん勢いよくガンガンって言ってるから、ちょっとなんか穴開けるのがちょっと目的感になったっていうのが。ああ、なるほどね。そうか。
あ、分かったかもしれん。はじめはゆっくりで、こうだ。めっちゃ綺麗になってきたぞ。ほんとじゃん。ほんと、はじめのタッチにかかってる。はじめはゆっくり。おお。なんかそれだけちょっとぼーっとやってたら、あ、でもほら、こうやってやるとなんか、おしゃれではあるね、おしゃれだよね、うん、おしゃれではある。まあ、これも光ればね、光れば変わってくるから。うん、まるで2個目まで、よしよし。あ、寒い。昼間めちゃくちゃ暖かかったのに今日。この細いの穴開けてみて。うわ、こいつなんか溜まってそうだな。あ、溜まってない。大丈夫かな。腹だ。おお。急に出てきた天然のコンプ。ここは多分いろんなデザインできないと思うから、シンプルに自分で作ってみよう。うん、あ、いいじゃん。ぴったり。おお。完璧完璧。完璧だね、これは。完璧。完璧だ。ちょっと次、リクエストが。あ、何？いいよ。何本も作れますよ。チャンネルをイメージした、なんかデザイン。はい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 。なるほど。チャンネルをデザイン、うん、イメージしたね。イメージして。そりゃ、いけるな。これめちゃくちゃ綺麗だ。あ、ちょっとずれた。ずれたというか、バリッと。これだとちょっとわからないけど、中で磨いた瞬間、わかるはず。どう？え？山、や、山はわかる。ああ、山はわかる、山はわかる。山、羊。羊ってここ飛び出して、じゃあ細い、あれ2.5 ぐらい、これで、あれあれだから、あ、飛び出してないよ。うん、だからまあまあまあ、じゃあこっから、OK、なんか薄いな、ほんとこれ。ベトナムに焼けとるな。バレた。とりあえず今思いつかんもんで、ベトナムにやったら綺麗になんないかなと思って。え、これは小学生が作ってる。ちょっとね、小学生が作ってる。小学生のはもうちょいうまく作れない。違うんだよ。うんこと、なに、それはガチのリアルうんこ。リアルな感じの。バナナ型の芋虫。違うよ、これはムーンだよ、ムーン。え？三日月ってこと？そうよ、この芸術。
します。はいはいはい、いいよ。これはもう誰でもわかる。再生ボタン。そう、イエーイ。これほら分かった、これは来たよ、再生ボタン。これは何かわかる？それ？うん、これは雪の結晶。ああ、何かわからん。結構穴を開けてる。なんだ、まだわからんな。まだわからん。うん、なんだ。そもそも絵を作っとらんっていう。そういうこと。ただの柄を作っとる。超必死に考えてたのに。そういうことだ。いかに綺麗に光を通すか。ああ、なるほどね。普通に柄、柄。まだわからん。猫？すごいよね。猫じゃないの。猫だよ。あ、やっぱ猫か。これに、うん、尻尾をこっちにつけようと思って。ああ、なるほどね。輪郭だけはっきりさせて、これはつなげといて。完成。完成。よし。まだ光ったらどうなるかわかんない。そう、ここからよ。問題はね。ああ。本当だね。種類があるんだ。そう。ここにさ、うん、なんか置いてあげてくれ。ここに、この隙間に。じゃあちょっと一個一個見てみる。はい、はい、これは俺が作ったやつか。適当にまっすぐやっただけのやつだけど、やっぱ光るとすごい綺麗。うん、水は。これもそうだね、扇形のあれで、これも綺麗。これがあれか、見本をなぞったやつ。おお。で、これが花火か。これが花火か。ここも綺麗。花火だね。ぼやかすと花になる。めっちゃ綺麗だね、これ。あれがカーテンのついた。あ、でもこれもなんか花火っぽいけど。これで笹でしょ、これ。そうそう、笹があるんだよ、そこに。で、これは十字架。十字架じゃない。水抜き穴か。はい、で、いとこのはもう何かわからん。どういうことよ、俺のだけ。何これ。うんこだけわかる。嘘、うんこわかるじゃん。いや、それわかりゃ十分よ。うんこと俺が YouTube の再生ボタン。これだけ、ほんと小学生が作ったような。何ほんとに。こんなどれも綺麗な感じのあれなのに、一個だけうんこが。ここ猫すごい。猫がかわいいね、しっかり猫、うん、あの穴はあえてこうつなげて開けてあるっていう、しっかりもう猫の形がよく外れずに。猫綺麗だな。猫どれです。
最後これを息で消して終わりとしますか。おーい、マジック。あれ消えんじゃん。あっち、あっちち、あっ。それ消えないやつじゃない。消えないやつもある。どういうこと。